皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサだぜ。今回は現在の青森県にあった藩、弘前藩について紹介するわ。よろしくお願いするぜ。それじゃあ早速、スタートするわよ。弘前藩は、陸奥国津軽地方、青森県西部、を領有した外様の藩であるわね。別名を津軽藩とも言うわ。近西諸島の津軽は南部氏の支配下にあり、南部氏の派遣した津軽軍隊により支配されていたのよ。弘前藩の起こりは、その軍隊補佐の大浦為信が南部氏の内紛に乗じて勢力を拡大し、津軽一円を手中に入れ、姓を津軽と改め、天正18年、1590年、に豊臣秀吉から津軽4万5千石を安堵された時と言えるわ。為信は慶長5年、1600年、には家康から神津家国瀬田郡内に2000国を加増され、4万7000国を領有する大名となったのよ。以来、津軽氏は弘前藩主として、為信、信平、信義、信政、信久、信明、信安、信明、安親、信行、行次、行次、行次と12代にわたり在封したわね。藩の表高は、元禄2年、1689年、に文治宣告を修行され、4万6000国となり、文化2年、1805年、に蝦夷地経営により7万石、同5年に同じことで10万石に高直しされたわ。翌年黒石津軽家に6千国を分岐したけど、蔵米で与えたので表高には変更がなく、明治2年、1869年、に次ぐ明は戊辰戦争の軍功により焦点6一万石を与えられたけど、この1万石は同年の藩籍奉還により制定された藩主の家禄に加えられたので、表高は変わらなかったわ。すなわち、弘前藩の表高は文化5年から廃藩まで10万石のままであったのよ。一方で実高は天保5年、1834年、に幕府に報告したもので31万7600石あったわね。それではまず最初に、藩祖の津軽為信について話していこう。津軽為信の軍船には、不正右天地人、という文字が刻まれていた。これは、天地人に制せられず、と読むという、禅宗に造形の深い為信の、何者にも束縛されず、という意味だと言われている。万字、陰の旗と、釈状、の馬印を押し立て、軍略を駆使して南部氏の支配地であった津軽の地を平定したため信には、戦国の武士としての面目役所たるものがあり、当時の大屈指の戦国武将の一人に数えられる。鎌倉時代、蘇我氏、工藤氏、安藤氏の支配地であった津軽の地に、南部氏が入ってきたのは南北朝期のことである。南部森行が蘇我氏に代わって太閤寺城、平川氏、新田安藤正末を下し、さらに藤崎城、藤崎町、をも攻略して津軽平野の中心部を手中にしたのが応永25年、1418年、または正長元年、1428年、のことと言われる。その後森行の子、吉政が土佐湊の福島城、五所川原氏、を攻略し、安藤森末、正末伏を松前へ追い、津軽を完全に支配したのは柿津3年、1443年、12月のことであるという。こうして南部氏の支配地となった津軽に当時君臨していたのは、大仏が花にある石川城の南部軍隊、石川隆信であった。南部家26代、信直の父である隆信は優れた武将であり、その幕下の大工事城には滝本播磨の神重行、田舎立城には仙徳家門、和島城には幼い讃岐の神、阿勢市城には仙徳大和の神、飯爪の高立城には朝日左衛門の城、外ヶ浜の油川城には奥瀬善九郎がおり、浪岡城には名門北畑氏がいたわ。やがて下国城を起こすため信は、一人岩木川左岸の大浦城に配され、大浦為信と称していたわね。為信が大浦城に入ったのは永禄10年、1567年、3月3日と言われるわ。なお、為信の出自については、次の二説があるわね。津軽家系図、では、藩祖、為信は幼名を扇と呼ばれ、父は大浦城主、為信の弟の武田仁三郎森信であるとしているわ。扇は永禄10年3月に、為信の娘、犬姫の養子に迎えられ、大浦右京之助為信と名乗ったというわね。これに対し南部家の、久慈系図、では為信は南部家20代、信時の弟の信真の子孫、春吉の次男とし、兄の信義と不和になって津軽の石川隆信の元に走り、後に大浦氏を継いだとしているのよ。当時、南部家は24代、南部彦三郎春政の時代で三戸城にいたけど、一族が反目して死闘が続き、
その支配力は徐々に弛緩していたわ。こうした南部家の対立構想の間隙を縫って、為信は密かに津軽統一の気を伺っていたのよ。為信が戦国武将として極めて外交手腕に富んでいたことは、南部信長に先駆けて秀吉から主印状を与えられたことによっても明白であるが、特にこの頃は山形の最上義明や南部一族の久野平正真と連携して、互いに秋田氏や南部氏を牽制する策をとっていた。最上義明との親交は深く、永禄12年4月に為信が家臣、盛岡金剛義明の元へ使者として使わし、また為信自身も元亀元年、1570年に主従わずか16騎で越後弥彦神社へ祈願に出かけ、その折に義明に対面している。こうしたこともあって義明も上方の情勢を逐一送り届け、永禄12年4月には右州の鴨の十兵衛と島の義助の両人へ槍300本、弓50針、鉄砲30丁、その他の武器を積ませ、カイロ味笠は港に送り届けるなどしている。さてそうした中、義明からある時密書が届いた。書状には上方では織田信長が天下を統一しつつあることを詳しく述べた後、上方未だ全く収まらず、伊万や東欧のことかつて世に愛知れざるところなり、攻撃の時すでに至れり、とあったという。こうして為信は石川城攻略に立ち上がった。元亀2年5月4日夜半のことである。為信の奇襲に石川城はあえなく落城し、高信は自害したわ。為信は時を移さず即刻圧倒城の幼いさぬきの神を打ち、ここに津軽平定の第一歩を成したのよ。この奇襲を敢行した為信の軍勢はわずか450騎で、それに小栗山左京、砂越影右衛門を主要とするの武士やならず者83人が加わっていたというわ。ここから当時の為信の兵力が伺えるわね。そして石川城攻略から3年後の天正2年、1574年、8月13日に、為信は大工事城攻略に取り掛かったわ。しかし、蘇我氏以来の居城である大工事城は容易に落とすことができず、為信自身危うく士気を脱するという激しい攻防で勝敗は決しなかったわね。そこで為信は戦いは奇襲に限るとして翌年正月の元旦に再度奇襲を敢行し、大工事城を陥落させたのよ。この一戦で為信の津軽での勢力は不動のものとなったわ。その後、天正6年7月に浪岡城、同13年3月に油川城、同年5月に田舎館城、同16年6月に飯詰高館城と次々に下し、ほとんど津軽平定を達成したわ。石川城攻略以来、実に17年の歳月を要したことになるわね。なお、津軽側の記録と南部側の記録には至るところで齟齬が見られるが、今回は津軽側の正史、津軽一等史、によっている。為信が津軽を平定した頃は信長は本能寺に倒れ、山崎の合戦で明智光秀を破った豊臣秀吉が天下人となって、着々と全国統一の方を進めていた時でもあった。このような時代の趨勢の中で為信は、義明の勧めもあって早くから上洛を企て、一刻も早く主印状を得て平定した所領の安堵を図ろうと懸命であった。為信の上洛の試みは数回にわたるが、その初回は天正13年8月である。この時為信は2500余の軍勢を率いて鰺ヶ沢を立ち、カイロ上洛の途に着いた。しかしカイロの日和が悪く深浦港を出たのはすでに翌月であった。さらに途中、では小賀の沖で暴風に相まつ前沖へ流され福山に漂着してしまった。そこで、この時は上洛を断念し民間屋から引き返したという。なお、文禄元年、1592年、8月にも、為信が海路京都に登ろうとして暴風に相まつ前に漂着し、義弘がこれを迎えたにもかかわらず、為信はその地が秋田太郎、安藤氏、の支配であるからといって上陸せず、不和となったという記録が残っている。天正14年9月には、今度は陸路に変更して矢立峠を切り開き、比内の浅利首里之助実吉を攻略して最上氏の領地に達しようと図ったわ。しかし、これは浅利氏の頑強な抵抗にあって果たせなかったわね。翌15年6月には、今度は平内小湊口から南部領を通って上洛しようとし、2000余の軍を率いて出発したわ。しかし、南部信長に妨げられて、泣く命近くからやむなく引き返しているわね。そこで翌16年、今度は秋田口から上洛を試みたわ。しかし、またまた秋田実末に阻まれて、網の近くで引き返す羽目となったのよ。こうした度重なる上洛の失敗に、おそらく為信は大いに焦燥を覚えたでしょうね。天正17年には、義明を介して家臣、八木橋備中を秀吉の元に使わし、名馬、菊鹿子、と鷹を献上し、
ルル水産の遅れている旨、思うしのべ、資産に対する秀吉の感情肯定は、この時秀吉から安堵のご教書を与えられたと言われているけど、実際に朱印状を得たのは翌18年に、為信自身が秀吉に謁見した折でしょうね。天正18年2月に、秀吉の小田原攻めの知らせが義明から報じられると、為信は直ちに家臣わずか18騎を引き連れ海路上落したわ。同月23日に京都に着き、3月27日に沼津において秀吉に謁見し、ついに念願の朱印状を隠されたのよ。こうして、近世300年間奥羽の一角を支配する弘前藩は成立することとなったわ。なお、この時為信は京都で御石家の近衛家に赴き、その所有であることを認められ、近衛家の家紋によく似た行用ボタンの紋所の使用を許されて、秀吉との対面に臨んだと言われる。この時から為信は大浦氏を改め津軽氏を称したようだな。こうして安堵された津軽氏の所領は天正18年9月に、秀吉の命を受けた前田利家、義継、片桐勝元、小野木縫之助など県知団1万人の来国を受け、その国高は4万5千石と確定した。津軽一等氏に、4月初旬よりこの地にいたり、利家卿は大浦の城、義継孫五四郎は堀越、片桐、小野木は汗市城にありて、東国津々浦々まで巡検終わりて7月21日、この地発足、南部に帰与、したとその様子が述べられている。しかし実際の差を入れによる検地ではなく、検地庁の差し出しによる決定であったようである。その後、慶長3年、1598年、に秀吉が没し、同5年に関ヶ原の戦いが起こると、為信は早速2000余の軍を率いて東軍につき、美濃大垣城の攻撃に参加し、その功によって翌年神津の国大館六ヶ村2000石を加増され、4万7000石の大名となったのである。弘前藩を創設した為信は慶長8年に、当時高岡と呼ばれていた地に大規模な築城を開始したわ。これまでの居城の堀越城は地理的に偏り、城も堅固ではなかったようね。そこで新たな領国支配と津軽統一者としての権威を象徴するためにも、新しい城郭を必要としたのよ。その点、高岡は津軽平野の中心部に位置し、西に岩木川、東に土淵川を配した高台で、天然の地の利を占めていたわ。為信がここを選んだのは彼の軍師、沼田面詳細の意見を用いたものと言われるわね。しかし為信の代にはあまり進展が見られず、本格的な築城は慶長15年から2代、信平によって行われたのよ。築城開始の模様が、永禄日記に記されているわね。それによると、大勢の妊婦が挑発され、蔵立て、石川近くの山々は切り尽くされたと言われるわ。また、築城の鉄は最初は下北から密貿易で買っていたけど、後には下北から鉄士130人を招いて上田で製鉄しているわね。こうして翌16年に5層の天守閣のそびえる弘前城が1年3ヶ月かけて完成し、5月に信平は堀越城からここに移ったのよ。完成した城郭は東西約615メートル、南北約950メートル、総面積約 0.48 平方キロメートルの規模で30の堀を巡らし、本丸、二の丸、三の丸、四の郭、北の郭、西の郭及び内北の郭の6郭からなり、郭内には櫓8、城門12があった。また築城とともに城郭を中心とした城下の建設が進んだ。まず家臣団が城下に集められ、侍町は百石町、五十石町、御徒町、高城町、小人町などと六高や職務によって町割りされたが、中心の屋敷は郭内に配され、二の丸、三の丸、四の郭に置かれた。また足軽屋敷は城下の外側に配された。侍町と足軽町の間に町人町を設け、全国各地から商工業者を集め種々の優遇策を講じて城下の繁栄を図った。町人は混在する場合もあるが、商人町と職人町に分けられる。商人町は、城北の亀の甲町、馬黒町、城東では大浦町、黒石町、黒人町、横町、上長町、土手町、城南では親方町、志枠町、重森町などがそうで、職人町は、城西に本荒野町、荒野町、荒町、城南に鞘師町、白金町、大工町、鍛冶町、新鍛冶町、道屋町などがあった。慶安2年、1649年、頃の城下絵図によれば侍屋敷604に対し、町人屋敷は1000戸内外であった。特に亀の甲町、横間と、長町、土手町、親方町、志枠町には呉服太物を扱った大きな商人がいたようである。
また築城に際し寺社の配置が考慮されるのは城下町に共通するけど、弘前城の場合は北に八幡宮と神明宮、南に長生寺を中心とする前林33か寺、東に浄土宗、門徒宗、法華宗の寺町と東照宮、薬王院が配置されたわ。またこれらの他に城南の守りを固めるため慶長18年に南ため池、南東を構築し、さらに元和元年、1615年、に重森山を切り崩して長生寺と重森山との間に堀を掘り、土井を築き、いわゆる、長生寺構え、を作ったのよ。城下からの街道は高野町から岩木川を渡り、浜の町を経て鰺ヶ沢に至り、大間越から出羽へ通ずる西浜街道、土手町から堀越を通り碇ヶ関を経て久保田へ通ずる碇ヶ関街道、土手町から輪島を通り、青森を経て南部へ通じる道の3本が主な街道であったわね。この他在郷への道も3本あったわ。また他の城下町と同じでこれらの街道は城下に入ると屈折し、迷路のようになっていたのよ。このようにして成立した城下町高岡が、弘前、と称されたのは、寛永5年、1628年、8月20日のことであるわね。さて、続いては津軽信政について話していこう。四大藩主、信政は名君と称され、中高の英士として津軽ではその名望が高い。その名望のゆえんは信政の形成によって成立した津軽新田の開発をはじめ、岩木川治水、城郷の創建地、山林制度の整備、屏風山の植林、さらにまた多くの農者の将兵による織物業、紙すき業、塗料など各種の産業の交流、また法制、軍制の整備や家臣団の閣外移転による城下の拡大発展などによって、翼藩体制の確立を図り、津軽藩の歴史の中で優れた発展期を現出したからである。信政が三代、信義の後を継いだのは明暦2年、1656年、のことである。まだ11歳という幼年であったため、叔父の黒石藩祖、信房が後見役となって補佐した。そして寛文元年、1661年、6月、16歳で信政は本領に入部した。この時まだ戦国の余風を残していた家臣の振る舞いに、哀れなり、吾妻の果てに、住む身とて、人の人たる、道し知らねば、と詠じている。すでに武断的な傾向も分岐的な方向へと改められ、幕藩体制が確立しつつあった当時、江戸で成長した信政の目に家臣がそのように映ったのはやむを得ないことであったろう。しかしこの時から宝永7年、1710年、10月まで約半世紀続く信政の治世によって藩の諸制度は全く整備され、藩体制の基礎は盤石に固められて、もはや戦国の余風は見られなくなるのである。すなわち、信政は藩主という自覚のもとに何事も垂範し、文武両道を治めて記者としての人格形成に努め、よく家臣を共同したわ。学問に励んだ信政は、後見役であった信房の勧めもあって、寛文元年の15歳の時山が素行に指示し、古学、兵学を治め、その奥義を極め、また同11年の26歳の時幕府の新党方、吉川これたりの門人となり、会津の星名正幸と並んで吉川新党の奥義を授けられたというわね。一方、剣術、馬術にも励み、茶道はお家流を創始したほどで、文武両道の修行を怠ることがなかったというわ。また学問を重んじた信政は、多くの学者、技術者の将兵に努めているのよ。奥富士物語に、高岡様恩大は何の道によらず納車上手を置くこれあり、なおまた、なある者は五千の上召しか変えられ、故に何の義にもご不自由なることこれなきよし、と言われているのはそのことをよく示しているわね。この時代に招聘された人々は40人にも上るけど、中でも有名なのは、養蚕、製糸、機織りの技術を開発し、高野町に織座を建てたのも都道源であるわね。また今日の津軽塗の元を作った近江源兵衛の父、池田源兵衛や森外の市伝、渋江仲裁の主人公、仲裁の祖先の道厚、解体新書の翻訳者の一人である桐山正哲永世の祖先、桐山正哲永学なども忘れられない人物であるわ。信政はまた、状況元年、1684年、に反体制の基礎を確立するため領内の創建地を実施した。この創建地は信政が天和元年、1681年、騒動後の越後高田藩借りた、三島郡の建地の幕命を受け、3年の歳月を費やして同3年うるう5月に創建地目録を幕府に提出した成果をもとに自藩の上領に臨んだものであった。信政は高田建地に当たった大道寺隼人総奉行、間宮元目を補佐とし、元締め役は岩木川治水で有名な串引き孫次郎、
武田源左衛門、と田口十兵衛。お目付けは津屋森陣の城、その下に検知人二人と長奉行48人を置き、さらに付け添え火薬さをとりども行って8人当てがいを持って検知団を構成した。このような検知団を持って実施した状況の総検知は、天那2年に各村に田畑の書き上げを求め、これに基づき状況元年から実際に上梁を開始し、3年をもって完成したもので、この検知の結果は、状況の長尾元長、として幕末まで徴税の基礎とされたものである。新建高26831国語と6小4号、単別34020兆8単1畝18歩と決定したこの検知は、これまでの6尺5寸1間を6尺1寸に改めた検知差を用い、新しく田畝、穀守を定めたもので、実に厳しく、42000国の出目を出した。このため当時の百姓たちの恨みは深く、神権を、打ち詰めたりや、田口まで、隼人が求め、罪は現在、と当時の検知奉行らを皮肉っている。状況検知の田畝、穀守を見ると、村畝は上村、中村、下村の3段階に分け、村畝ごとに上上田、上田、中田、下田、下下田の5田畝を設け、その下に都城田、銀農田、冷え田、四階一取前田を置いたようね。畑は村畝に関係なく上畑、中畑、下畑、下下畑の4等級を設け、上畑の上に屋敷地を置いたわ。こうした田畝、穀守に対し、物なり綿型は6つなり、6と、畑型は5つなり、5と、が上足で、それに雑税であるお物なりとして山手前、高十国につき5升、の手前、同4升、武役の代わりの部前、同5升、付加税である口前、同1と8升、改装のための津田市前、同9升6号、の5役口前があり、その他に高がかり銀、宇土市大戦、大太陽などがあったわ。したがって百姓の負担する年貢は奥ら百姓の場合の方は高十国につき6国4と1升6号、旧地百姓の場合の田方は6国3と2升6号であったのよ。どちらにせよおよそ状況検知の基準で3分の2が年貢であったということになるわね。さて、これらの租税を支えたのが、津軽平野の新田開発であった。本州北端に位置した弘前藩は未開の津軽平野を要していたこともあって新田開発には最も精力的に取り組んだ藩であった。これを示す弘前藩の新田高の推移によれば、当藩の新田高の増加は、その初期に極めて著しく、中でも信政の治世の寛文期から元禄期にかけて激増し、元禄期にすでに朱印高の6倍余りの30万石になろうとしていることがわかる。弘前藩がいかに新田開発に積極的であったかを示すものと言えるだろう。享保期以降、石高が減少するのは新田開発が限界に達したこと、また凶作による飢饉によって拝田が多くなったためである。初代為信、二代信平の頃は藩の創業期でもあり、大規模な開発が行われるまでには至らなかった。しかし、為信が戦乱の合間を見ては領内の復興に努め、開発を奨励したことは、広須新田の発祥の地と言われる広須清八幡宮を建立したことによっても知られ、また二代の武平については慶長14年、1609年の藤崎石造成にまつわる関森太郎左衛門の人柱事件や、十三港近くの亀ヶ丘築城などによく表されている。また三代の武吉については一定の不評はあるが、岩木川の治水、十三湖の水口掘り替えなど新田開発の功績は多い。為信以来弘前藩で採用した新田開発の奨励策は、古地用派政策、または、古地用派立ち、というもので、それは区は下年期を3年ないし10年とし、所約を免除し、新田の一部を開発者の豪農や足軽に与えて、30国位の、古地用、あるいは100国位の、新地市、として私分に取り立てるというものであったわ。藩財政の基礎が石高の増大にあった当時としては新田開発は藩経営の要であり、信政も歴代の藩主によって奨励されてきた古地用派政策を踏襲し、積極的に新田開発を進めたのよ。今日の御所川原、木造り以北のいわゆる津軽新田は、これまでの方法ではとても開拓できない湿原地帯であったわ。そこで信政は寛文4年に、この地域に奥良派という藩の直轄方式を採用しているわね。この藩営によって成立した新田は広須、金木、田原本、御所川原の4新田で、特に旧柏村、津軽市、以北の岩木川左岸一帯の広須新田は規模も大きく、弘前藩最大の新田であったのよ。そこで、ここでは広須とそこから分離する木造り新田を中心に述べていくわね。広須木造り新田の開発は初代、為信からの懸案であった。
そのために大、信平は元和8年、1622年、に亀ヶ丘式土器で有名な亀ヶ丘に開発の拠点としての出城の建設を計画した。しかし築城はその後中止され、開発もあまり進展しなかった。そこで三代、信義は、慶安2年、1649年、にまずい脇川の水はけを良くするため土佐港口の付け替え工事を実施した。毎日人足3000人を挑発し、7月から9月まで続けたが、難工事のためついに不成功に終わり、本格的開発は4代、信政に委ねられた。信政は寛文4年に広洲神殿の一部の古川、藍野、床前、旧柏村、森田村、と五所川原に奥ら派による取り立てを命じている。名だたる出現地であったが、同6年には人足10万人を動員し、達比沼から岩木川へ水抜きを掘ったことなどもあって、同12年までに開かれた新村は137箇村を数えた。しかし木造り神殿一帯は、津軽信政公事跡によれば、桑の北村より下もは足利茂り、八千にして、土佐までは大八千にてありしとや、この説八千駅を敷き、道を往来するをもって木造りという村名もこれより起こるという、という難所で、開発の進捗は一進一退であったようである。この地の本格的開発は、その後の延宝年代になるわ。延宝4年、1676年、6月、この地と五所川原神殿について家老の北村八右衛門と渡辺次太夫の両名が8箇条にわたる権利をしているわね。信政はこの地の開発が、末々まで長き御長宝大なるお殿地にまかりなり申し候、という権限を入れ、直ちに竹森や太夫、福祉神左衛門、須藤宗右衛門、岡文左衛門ら藩の重臣4人を起用して奥ら派による取り立てを命じたわ。さらに天和元年3月1日に、信政は、広洲神殿開発条目を定め、一丁田利平を神殿取り立て方に任命し、所持広洲神殿成立候用に心得べく候、と指示して本格的に繁栄事業として開発に取り組んだのよ。開発の拠点地とされた木造りには、すでに延宝8年に三神殿神社を勧請し、広洲、金木、田原元の三神殿の五穀成就の祈願所としていたけど、さらに天和2年にこの地に米蔵を建て神殿役所も受けたわ。これが木造り大勧請の始まりで、以後三神殿を統括し、神殿開発を推進していくのよ。信政は自ら時々神殿地域を巡視したけど、状況元年には大勧請校内に、お狩屋を建て、ここに泊まり込んで開発の特例に当たったというわね。こうして広洲、木造り神殿は享保12年、1727年、226箇村の完成を見ているわ。神殿開発にはまず用水が欠かせないが、この木造り神殿はすでに述べたように岩木川下流の大変な湿原地帯であったため、用水堰の開削とさらに排水には最も困難を極めたところである。この地帯一帯を灌漑する用水は今日二度堰堰、と総称されているが、これは享保元年、1644年の三代、信義の時代に開削され、はじめ長瀬堰と呼ばれたが、四代、信政の延宝5年から土堰堰と称されたものである。この土堰堰は、全長30数キロに及ぶ大用水路で水系を岩木川に求め、船水地区で岩木川を止め切り、さらに大石川、五長根川、大峰川等の流れを合わせ、北流して鶴田町の乃木地区に至り東西両股に分かれる。東西両股の流れは多くの用水堰に分布させて、神殿地帯を灌漑して13型に注がせた。信政は修法早々から荒廃していた長瀬堰の不振を命じたが、広洲神殿を開発するため寛文6年に土淵堰の堰口を中崎に設けて岩木川から止水し、大石川、五長根川、大峰川の水も合わせて広洲、木造り神殿一帯の用水源とした。また延宝4年に小野堰を開削して、翌5年に長瀬堰の維持管理を細かく定めた、長瀬堰根庁を制定し、土堰堰奉行を置いて管理した。また土堰堰に次いで忘れてはならないのは、今日津軽富士巫女と呼ばれている周り堰大為池の築堤である。津軽最大の用地である周り堰大為池に周り堰大堤奉行が置かれたのは晩治2年、1659年、である。当時は築堤されておらず、しばしば広洲神殿にも水害の被害を与えていた。そこで寛文2年から4年にかけて大築堤をし、活用排水路を開削して広洲神殿の用水源とし、水害、灌漑を除去した。また海抜0メートルと言われるこの地は排水には特に苦慮したわ。そのことは元禄15年、1702年、
に、明道川、山田川合流点から西の日本海側まで疎水溝を開削する計画を立て、山田川土橋から丸山地区を通り出来島まで約11キロに及ぶ排水石を通そうとして失敗し、また享保年代に妊婦8万3000人を動員し継続したけど、またも失敗したことなどによく示されているわね。その後も恒常的な水怒りを除去する排水工事は何回となく試みられたけど、いずれも成功せず、排水の課題が解決されるのは昭和10年代の山田川の改修を待たなければならなかったのよ。こうした意味で津軽新田の開拓はまさに排水をいかにすべきかという自然との戦いであったとも言えるわね。このような津軽新田の開発に、藩では人寄せ役を設け、各地から開発農民を募り、家屋や建築材料はもちろん食料までも与え、また年貢を10カ年免除するなどの優遇策を講じて開発を促進したわ。そのため領内はもちろん各地から開発者が集まったけど、特に西回り海運の発達を受けて越中、越後、越前など北陸方面の人々が多く移住しているわね。また信政が子作り神殿の開拓を進めていく際、もう一つ大きな障害となったものがあったわ。それは鰺ヶ沢より13までの七里長浜に沿って横たわる、幅1里ほどの砂丘地帯よ。一度にしか風が吹けば猛烈な砂塵がせっかく開拓された木造り神殿の稲作に害を与えること甚だしかったというわ。そこで藩ではこの飛び砂と岩木下ろしを防ぐため、この地に一大植林を計画したのよ。この砂丘地に植林するという大事業をその仕立て頭となって文字通り心血を注いで完成したのが、のろけ三代の利左衛門であるわね。のろけは初代、太左衛門が慶安元年に領内の深浦より亀ヶ丘村へ移住して開拓に従事し、二代、武左衛門の時五十石を救されて古地領となった家柄で、三代、利左衛門は延宝7年7月に父の後を継ぎ、寛文5年に人寄せ役に任じられ開発に取り組んでいた。通常、屏風山は天那2年から植林したとされているが、のろけの由緒書きを見ると天那元年からすでに着手されている。すなわち天那元年に、のろり左衛門、平沢左衛門、幼い作兵衛、山盛三十郎の4名で立岡村の新名山へ松30本よ。道村の春日山へ杉200本よ。さらに富谷地村へのろ清兵衛、平沢左衛門、石川源左衛門、山盛又次郎、山盛三十郎の5人で臓器1万5000本を植林したことが記されているな。試験的に行われたものかどうかは不明であるが、以後年々その植林の数は増大し、元禄16年までに13村境から浮田村境までの54か3に計69万376本の植林を行った。こうして一大砂丘地は緑の山と化し、人々に、屏風山、と呼ばれるようになったのである。この屏風山の植林は、封鎖除けを作ったり、浜麦、ススキ、秋組を巻いたりという、彼ら仕立て頭の独特の植樹法の考案と、三家村民66家村の部役の挑発によって完成されたものであり、討伐した者の首は肥料にせよ、という厳しい法令によって守られていったのである。ともかくも弘前藩の神殿開発は自然の悪条件を克服し、本州最北の一大平野を開拓することに成功していった。というところで、今回の話はここまでにするわ。次回もまた見てほしいぜ。それではご視聴、ありがとうございました。